メロンチーメロだよー。はーい、ということで本日はですね、見てね、気づいた、これ今日はシナモンロール。いや、シナモンちゃんって可愛いよね。姫ちゃんがずっとなんかシナモンちゃん推してて、でやっぱりさ、なんかさ、身近な人がさ推してるとすごくなんか可愛く見えたりとか、かっこよく見えたりとかさ、なんかちょっと気になる存在になってきたりするじゃんね。だからメロチもシナモンちゃん見ると、いや、めっちゃ可愛いなって思ったりするんだけど、なぜメロチが今回このシナモン風にしてるかと言いますと、今回その可愛い可愛いシナモンちゃんがコラボすることになった人気ゲームの PR のお話をいただきましたので、シナモンちゃんとのコラボゲームをご紹介したいと思います。そのシナモンちゃんとコラボしているゲームが、スカイ星を紡ぐ子供たちです。こちらのゲームなんですけど、プレイステーション、スイッチ、スマホアプリ、PC 版に対応しているゲームで、今年の7月に5周年を迎える人気ゲームです。どういうゲームかって言いますと、美しいグラフィックと豊かな音楽に彩られた空をどこまでも自由に飛び回ることのできるソーシャルアドベンチャーゲームです。アドベンチャーゲームということで、このゲーム内のいろんな場所を飛び回って新しいエリアに進んだり、プレイヤー同士で交流できるゲームとなっております。これ本当にグラフィックがめっちゃ綺麗で、音楽もスカイの世界へ没入できるような効果音とか BGM が用意されています。あとこれ特徴的なのが、アドベンチャーゲームなんやけど、戦いっていうのが、まあ、地位が確認した限りないので、敵を倒したりすることもなく、すごく平和的な、ストレスがない、癒されるゲームとなっております。そういうゲーム内容も影響してか、男性だけじゃなくって女性にも人気があるゲームだそうです。そんなスカイがシナモロールとコラボを行うということで、ここからは実際にプレイしながら実況していきたいと思います。これすごいよ。あの、時間によってこう、昼とかやったら明るいし、夕方とかやったらこうやって夕方っぽく、ちょっと夕暮れな感じになってきます。ほら見て、なんか音楽も見てっていうか聞いて、ほら聞いて、音楽もすごい癒される音楽やろ。で、この場所が花鳥郷っていうところで、ゲームのね、スタートに当たる位置です。で、この中に4月の27日から5月の18日の期間限定で新しくカフェがオープンします。スカイ×シナモロール黙々カフェというイベントで、シナモンがお祝いしにやってきて、開店準備を手伝うらしいです。で、メロチもこのイベント、なんなら今日からなんで、実際体験するのは今からが初めてなので、ちょっとね、ワクワクしてます。で、絶対可愛いでしょ、これ。ここ。ここがね、コラボカフェの場所です。で、もう入り口からさ、シナモンちゃんの世界観があって可愛い。これ入るときにムービーが流れるんだけど、それはね、一回しか流れないみたいなので、見逃さないで、絶対に。では入ります。あ、お店の人かな。こんにちは。めちゃめちゃ可愛いシナモンじゃん。飛んでる。ハート巻き散らしながら飛んでる。めちゃ可愛くない？このお店、ね、可愛い。もう動きから全てが可愛い。そしてこのシナモンちゃんなんですけど、時間帯によって何をしてるかが変わるみたいです。あ、今は
みたい。かわいい。もらいたいもらいたい。ちょっと、はい。やばい、なんかずっと見てられるんだけど。うざいかな。ずっとついてたらうざいかな。かわいい。あとね、なんとこれシナモンちゃんと写真も撮れるみたいなの。ほら、ここにカメラマークがついてるでしょ。はい、撮るよ撮るよ。あ、え、写真3枚撮れるよ。ほり、あ、かわいい。うん、かわいい。笑ってるよ。うん、笑った。かわいい、バッチリ撮れました。無事。こんな感じですね、コラボカフェの中は。なんか噂によると15分おきにね、動きが変わるみたいなんで、ちょっとまた時間を空けてね、来てみようかな。そしてこれ、シナモロールとのコラボはカフェだけじゃなくって、このコラボ時期でしか手に入らない限定アイテムもあります。課金アイテムも含まれてるんだけど、メロチはね、ちょっと全部お着替えさせたいなと思って購入したので、とりあえずお着替えしてみます。お着替えするときはこれね、お外に出ます。で、こっちに行ったらお着替えできる場所が、ここにあります。まずはね、シナモロールもくもくヘア、これがこれ。じゃん、頭がもくもくしてる。で、シナモロールもくもくクモケープ&蝶ネクタイ、はい、これですね。ほら、かわいい。そしてかわいいお友達シナモロール、これのお飾り、これ。見えるかな、このシナモンちゃん乗ってるの見えるかな、これ。かわいい。あと忘れてた、待って待って、シナモロールのこのもくもくヘアね、このカチューシャつけなきゃダメだ、これこれこれ。あー、かわいい、見て。はい、これがね、シナモロールもくもくヘアです。で、ふわふわぬいぐるみシナモロールが、これだ。ほら、見て。これ。かわいい。背中にくっついてる。これ、ぬいぐるみちゃんです。で、これ、今、メロチが着替えたやつは、全部課金アイテムなんだけど、これ以外にも、無料でもらえる限定アイテムもあります。見て見て、これ、ギュッてできるの。かわいい。で、あとなんか噂によると投げたりとかもできるみたいなんだけど、これかな、俺投げる、投げはしないのかな。シュール。もっとシナモンちゃんと触れ合いたいっていう方は、特別なデイリークエストがあるみたいなので、そちらも挑戦してみてください。ということで、今回は第星を紡ぐ子供たちのシナモロールコラボのご紹介でした。このコラボは5月の18日15時59分までとなっておりますので、シナモロールが大好きな方、新しいゲームを始めようと思ってる方、ぜひ概要欄の URL からダウンロードして遊んでみてね。はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろめろ。バイバーイ。